おっと。花子様がお待ちだ。貸し切りかよ。クソ。よかった。来てくれたのね。本題に入りましょう。まずはじめに説明が必要でしょうね。私がなぜ考えを変えてあなたに手を貸そうと思ったのか。信用していいかわからなかったんでしょう。私のことも頼宣が父親を殺したって話も。なのに。分かってたのよ、初めから。それはどういうこと？役員は全員分かってたの。毒殺されたなんて話、誰一人真に受ける者はいなかったわ。細部の辻褄が合わないの。それならどうして知らないふりを？理由は何？今日になって急に両親が痛み始めた。父は聖人君子ではなかった。私もそこを美化するつもりはない。敵対する者が邪魔になれば容赦なく排除を命じたわ。兄はそんな父が耐えられなかったのよ。でも父は望む結果のために何でもした。三郎荒坂が最も大切にしていたもの、それが何かわかる？仕事の詳細を聞かせてよ。ええ、そうね。それで？ソウルキラーは持ってきた。引き金に指をかけて何も言うな。そんな手に乗ると思った？悪いけど、今ここで死ぬ気はない。もし力ずくで奪うつもりなら、ここよりもっと目立たない場所を選んでるわ。あなたの命を救うためにここに来たのよ。あなたを神輿まで案内する。現実には存在しない場所でしょ。そこへのアクセスポイントの一つがすぐ近くにあるの。どこに？このナイトシティに、荒坂タワーの地下に。もううんざりだ、行くぞ。帰りたいの？誰がそんなこと言った？なら邪魔しないで、話を聞きたいの。ろくなことにならねえぞ。時間がないわ、座って。興味を引くのがうまいじゃない。話を続けてよ。兄に。いきなりクソの匂いがプンプンしてきやがった。踏まないように気をつけろよ。自分の犯した過ち、その身できちんと償わせたいの。回りくどい言い方はやめて。彼に罰を与えたいの。つまり殺したいんでしょう。荒坂社に真実を知らしめたいだけ。どうするつもり？頼宣が。花子様、そろそろご自宅にお戻りいただいて。すぐに済む。頼宣が間もなく役員会議を招集する。そこには各派閥の代表が出席するはずね。父の死の真相を白日のもとにさらすには、これ以上うってつけの場所は存在しないでしょう。あなたをこの会議に出席させる。そこで兄について証言しなさい。証言ね。さっきからそっちの話ばっかりだけど。頼宣の排除と引き換えに、私もコンストラクトの排除に協力する。
それがうまくいったらあんたが社長の座に着くわけ。どうしてそんな話になるの？当然の流れじゃない。それに竹村も頼信の地位につくべき人はあんただと言ってた。誰にでもふさわしい場所というものがある。兄にはそれが分からなかった。一度もね。でも私は違う。部はわきまえているつもりだ。わきまえてる。女だから支持を得られないだけでしょ。自分の運命は自分で決めるものよ。あなたで、結論は？面白い話だった。少し考えさせて。ええ、でも決断は急いで。パレード以来頼信は警戒してる。何かを勘ぐってるかもしれない。おい、もう行くぞ。 B、 気分が悪いの？え、血が出てるわ。くそ、あなたに時間の余裕はないよ。決断を急いで、なるべく早く。ええ、分かってる。外の空気に当たれ、今すぐだ。警告したよな。何するの？いよいよ本番が迫ってきてんだ。なのにお前は立ってるのもおぼつかない。片や俺は準備万端、体も言うことを聞く。何が言いたいか分かるだろう。ええ、もちろん。キーを渡せってわけね。お前を助けたいんだよ。二次エンドトライジンを使ってハンドルをこの俺に譲れ。神輿まで俺が連れてってやる。どうやって？あの高飛車女の助けは借りない。それだけは確かだ。一人じゃ絶対に無理よ。ああ、その通りだ。だからローグを引き入れる。あいつの腕はまだ鈍っちゃいない。貸しもあることだしな。どうかしら。半世紀前ならまだしも、今さらこんな危ない話に乗る？説得してみせるさ。いいから俺たち二人に任しときゃいい。昔やったみたいに荒坂タワーにド派手な勝ち込みをかましてやる。そして神輿にたどり着く。それしか方法はない。それなら私が自分でローグに頼む。半人前のひよっこに頼まれてこんな話に乗るわけないだろ。だが俺なら昔のよしみがあるからな。本当にローグに頼んでうまくいくの？経験、リソース、人脈と三拍子揃ってる。これ以上の適任者は他にいない。ジョニー、信じろって。タワーに突っ込む。俺は神輿の入り口を開け。俺が。なんだよ、またおねんねか。ここはお前の思ってるとこじゃない。落ち着け B、 まだ動くなよ。ビッグ、痛むだろう。意識が朦朧とした状態で来たもんだからベータハロペリドールを使ったんだ。だが感覚過敏があるってことは視神経は損傷してないようだな。私はどうやってここに？よろめきながら自力できたんだよ。ミスティが腰を抜かすとこだった。それから診察台にいた患者を押しのけてだな。今すぐ自分を見るよう要求したってとこだ。俺のおかげだってちゃんと言ってやれよ。それは私じゃないっていうか。わかってる。そこが心配なんだ。ビクター、はっきり言って。
運命の分かれ目に来たってことだ。ゆっくり体を起こしてみろ。やってみる。少し感覚が戻ってきたみたい。ゆっくりだ。歴史に残る医学の勝利ね。ミク、何かあるならはっきり言って。いつまでこんなことを続けるつもりだ。こっちが聞きたい。見たところ長くは持たないぞ。次に発作が起きたらどっかの路地裏でのたれ死ぬのがオチだ。自分の手で解決したいならこれが最後のチャンスだ。分かったな。ええ、分かってる。早めに何とかするよ。いや、今すぐにだ。 B、そこのテーブルを見ろ。あれがどうかしたの？1回分の疑似エンドトライジン、ミスティからのプレゼントだ。頭の中の声に屈したいなら好きにしろ。薬で自分を眠らせ体を明け渡すんだ。そうでなければ自分のやり方で肩をつけるんだな。俺からのプレゼントとして遮断薬も用意した。あのテーブルまで自力で歩け。選ぶのは誰でもないお前さんだ。聞いたろ、最後のチャンスだ。ハンドルを俺に譲れ。エンドトライジン、ローム、アルサカタは通るべき道はそれしかねえ。黙ってて、ジョニー。私が決めることよ。少し考えさせて。脳みそをストレッチしたいってんなら、せめて外でやったらどうだ。おい、B、声に出てるぞ。声？何のこと？手遅れになる前に決断しろよ。ええ、分かった。どっちを選ぶにしてもお前が歩けなきゃ始まらねえ。ここで決めたくなかったらいい場所がある。行きましょう。特別な場所なの。前にジャッキーも連れてったの。すぐ近くよ。ジャッキーにもそんな場所が必要だったのね。いいから来て。最上階よ。彼もそういう暗い顔をしてた。ジャッキーのこと。もうダメだ。俺はおしまいだ。あいつらしくないセリフね。ずっと昔の話。バレンティーノと関わったことがお母さんにバレてね。一方にはお母さん、もう一方にはこわもてのギャングたち。どうしていいかわからない板挟み。ええ、辛かったんでしょうね。でも彼は決断を下す勇気を手に入れた。私がここに連れてきた後にね。ああ、
やっぱり外の空気はうまい。見える？一人で考え事をしたいときはいつもここに来るの。そいつは明暗だ。一旦腰を下ろして頭を整理しようぜ。一人の時間ね。それがどれだけ贅沢か最近分かった。それでジャッキーはここで何を決心したの？もちろんこの町の伝説になるんだって。じゃあ一人にしてあげるね。ごゆっくり。さっきは本気でビビったぜ。あのまま死んじまうかと思った。私はまだ生きてる。今んとこな。別れを言いたい奴がいたら今のうちに連絡しとけ。最悪の事態を考えとけってこと？そうじゃないが、どうことが運んだって危険な賭けだ。もしうまくいかなかったら。とにかく連絡しとけ。話すんなら今しかない。幸い薬は逃げやしねえからな。あの石頭の警官に連絡してみる。ふん。ロービー、ごめん、寝てた？ああ、いや、寝つけなくてな。また例の倉庫の夢？その方がマジだ。話してみてよ。その俺じゃない誰かの無茶苦茶な事件を追ってる夢だ。もうどうにもなんなくて、説明が難しいな。それはそうと、お前は何してるんだ？私も似たような悪夢を見てたみたい。というと？他人の人生を生きる夢。俺の髄までホットドッグが詰まってそうなデブ警官が出てきたわ。エゴの塊みたいな大昔のロッカーボーイね。そりゃ悪夢だな。ええ、試しに変わってみる？なあ、お互い眠れないならどっかの店に飲みにでも行くか。今日は無理なの。しばらく忙しくて。どうかしたのか？ちょっと考え事があるだけ。俺は決して優秀な警官じゃなかったかもしれないが、それでもわかるんだ。誰かが嘘をついてる時、何かを隠してる時だ。トラブルを抱えてるんだろう。それも厄介だ。私自身が歩くトラブルだから。ま、お前のそういうところが好きなんだ。ごめん、もう切るね。待て、事情はわからんが、いつでも俺を頼れよ。ええ、わかってる。ありがとう、リバー。連絡できてよかったな。俺にはそれができなかった。ここまでいろんなことがあったな。全ての始まりはあのクソったれなゴミ捨て場だった。その後殺されかけたけどね。まさにそれだ。今の俺は180度変わってお前を助けようとしてる。俺に任せてもいいし、パナムたちノーマッドを頼ってもいい。あいつらに何かあってもお前が耐えられるならな。あるいは荒坂との取引に乗るか。そうすればお前は魂を売ることになる。あんたとローグに任せる。一番勝ち目があるのはそれだから。本当にいいんだな？引き返すことはできないぞ。出番よ、ジョニー。あんたに任せる。運転席は譲るけど、あまり無茶しすぎないでよ。ありがとう、ビー。心配すんな。やり遂げてやるよ。向こう側でまた会おうぜ。
ちごと焼き尽くすことになってるんだ。誰かと思うか。あんたが商売できてるの、私もそれを許してるから。権利の一つでどうとでもなるんだ。ああ、ちょっと待って。リー。リーは休暇中さ、俺だよ。若子、またかけた。で、何の用だい、ジョニー。元気くせえな。私は嬉しそうにしろ。喜ぶべきなら、そうしてるさ。どうした？映画の時は一緒に楽しむ。いつの話をしてんだ。それに、何しに来たのか見当に。何か必要なんだろう？すでに嫌な予感がしてる。その通り。お前に頼るしか方法がないだろ。アトランティスの連中のうち、この時代まで生き残る。どうしたのか、お前だけ。何が言いたいんだ。懐かしいだけだ。あの頃を思い出せなかったの。思い出は思い出。私は今に満足してる。なるほどね。アトランティスの他の奴らに今がないのは残念だ。いいから出な。ちょっと何なのよ。何でもないよ。さあ、あんたもさっさと家に帰んね。それじゃあ仕事に戻るとするか。なんだ、貸し切りにしてくれるのか。ビップ待遇だな。これでいいだろう。ほら、さっさと本題に入りな。そこにあるのは俺のボトルか。ああ、ずっと残してある。何のためだか知らないけどね。でもここに来てようやくいい使い道が見つかりそうだよ。代償を払うこともなくこれだけの暮らしを手に入れたか。全ての選択には代償がある。私だって払ってきた。そう思うのは候補の金を勘定しながらか。違う、アトランティスの仲間たちの墓の前で祈りながら。それと今のあんたを見てね。まあそれは昔の話だ。そうだね。でも目的は別にあるんだ。今のはただの前振り。また私を何かに巻き込むつもりだ。アラサカタワーに乗り込む。お前の力を貸してくれ。また荒坂？あんたまだ懲れてないのかい？ジョーニー、あんた病気だよ。荒坂は関係ない。 B を救うためだ。この体は死にかけてる。原因は俺なんだ。ねえ、だな、神輿へのアクセスポイントは分かった。荒坂タワーの地下だ。まずはそこにたどり着き、それからオルトをシステムに入り込ませる。俺と B が別の道を行くには他に方法がない。その体に居続けられない。狭苦しいんだな。今度こそはって思いながら同じことを何度も繰り返すのはバカのやること。どうせろくな作戦もないんだろう。一番のフィクサーだ。俺たちの動きはお前に任せる。俺たちだって。ああ、お前なしじゃこんなことできっこない。埃をかぶった津波性ライフルを引っ張り出して、またあんたと
荒坂の戦いに加われと。ビンゴ、いつ？今すぐはどうだ。まさか私がそんな話に乗るとでも。お前自身のためだ。何のことよ。このままナイトシティの女王を気取ったっていいが、そいつは本当のローブじゃない。お前は自分を押し殺してここまで上り詰めた。心のどこかにまだそいつが残ってるはずだ。いつかこういう日が来ると思ってた。何かの奇跡であるより突然あんたが現れて何もかもぶち壊していく日がね。変わらないものもあるの。俺たちは変わっちまったのか。どうだろうね。なら確かめようぜ。俺に手を貸してくれるか。もう黙ったジョー、話はもういいから。なんだよ、クソ。いい寝顔をしてやがる。酔っ払ったわけでもないのによくもそんなに爆睡できんな。知ってる顔だな。クリスピン・ウェイランドだろ。その面親父にそっくりだ。一族の証さ。だがどうしてお前がここに。何しに来た。ボスが説明してくれる。ローグか。ボスは一人しかいねえ。行くぞ、ボスが待ってる。私たちは運んでくれるパイロットだからさ。私たち協力してくれるんだ。分かってるくせに聞くんじゃないよ。装備はそこだ、好きに使いな。じゃ遠慮なくいただく。ジョニー、装備を確認しろ。早く。レトロスラスター、とっておきそう。
重力装備だ。どんな高いところからでも飛び降りられる。まったく、私はベビーシッターじゃないんだよ。わかった。こうだな。よし、作戦の詳細を聞こうか。ああ、これを刺して。目標はタワー内にある神輿へのアクセスポイント。研究フロアまで行き、電柱を制圧しつつ、必要な作業を終わらせ脱出する。荒坂タワーはまさに要塞だ。ナイトシティ1の警備が敷かれている。正面から通してもらおうなんてのはまず論外。だから、自分たちで窓を作り、そこから侵入する。具体的には、まずミリテクのストリクス戦術爆撃機で現地に向かう。上空からの攻撃で、建物の対空防衛設備を破壊。それから76階の壁を破って AV から降下し、反重力装備を使って着地する。見ての通り、着地点は熱帯雨林のど真ん中。別に褒めるわけじゃないけど、荒坂も案外洒落た遊びをやるもんだね。そのジャングルを抜け、タワー中枢を縦に走るシャフトを目指す。シャフトは建物の上から下まで通って、ここでもスラスターを使って一気に降下する。警備は大混乱するはずだ。抵抗は最小限に抑えられる。研究フロアを駆け抜けアクセスポイントにたどり着いたら、あとはあんた次第。拍手してもいいんだよ。さすが我らがボス、我らが女王だ。確かに俺は派手な爆発が三度の飯より好きだ。気の利いた作戦だが、これじゃ死にに行くようなもんだぞ。警備の連中が気づいた瞬間に特殊部隊を呼ばれる。作戦はそこまで。そうとは限らない。私たちはまず通信衛星ジュロージン0401を叩き落とす。はあ、通信衛星、こりゃ歴史に残る出来事になりそうだ。そうすればこの町を含むカリフォルニア全域の通信が停止して 3,4 時間は稼げる。その間、奴らは連携どころか援護も呼べなくなる。まさか爆撃機だけじゃなく武装したスペースシャトルまで持ってるってか。オービタルエアにちょっとした知り合いがいてね。影の協力者か。かなりの地位にいる人物。彼を通してジュロ人へのアクセスを得る。あとは昔馴染みのネットランナーの出番さ。オルトのことか。私が知ってる限り、彼女以外に荒坂の衛星を落とせる人物はいない。オルトと話す予定がある。説得は任せとけ。頼んだよジョニー。こればっかりは私にもできる。任せろって言ってんだろ。つまりこうだな。まず荒坂タワーまでこっそり飛んでって、挨拶代わりにミサイルをお見舞いする。その通りだ。タワーに飛び降りたら入り口を探して下方向に突き進む。神輿はアクセスポイントを目指す。どう思う？どうかな。単純すぎやしないか。ついでに言うと、生きて帰れる可能性は極めて低い。お前はそれでもやる。決めたんだローグ。なんだ。そのありがとうな。はいはい。まだオルトの剣が残ってる。サイバー空間のカットは分かってるんだろ。まあ B と一緒に一応経験済みだ。なんとかなるさ。奥に行きな。ニックスが手伝ってくれる。ウェイランドは離陸準備。私たちもすぐに。どれぐらいかかる？昼寝でもしていくなら。よ、あんたがダイブするのか？そのつもりだ。オッケー、じゃあスーツに着替えてそこのシートに座るんだ。俺はもう上がるから戻ってくるのは自分でやってくれ。機材を勝手にいじるなよ。
オルト、そこにいるのか。言ったはずだ。オルト・カニンガムはもういない。だとしたらなぜ目の前にあいつがいるんだ。お前が望めばそう見える。防衛メカニズムだ。現在記憶が代替イメージを作り上げているに過ぎない。妙な感じだな。まるで夢みたいか。俺の心が読めるのか。それは単純化しすぎだ。お前は自分を認められずにいる。コンストラクト、データの集合体。私にはお前がわかる。俺がわかる。まるでコードを読むようにな。そいつは随分と悪趣味だな。心の中まで丸裸か。時間がない。ネットウォッチにローカルトラフィックを検知される。みこしへの行き方はアラサカタワーの地下か。わかりやすいな。おいおい、よせよ。そうやって人の心を勝手に。獣人0401のことなら問題ない。衛星は私が停止させよう。一人で話を進めるなって。アラサカタワーに侵入し、みこしへの接続ポートを見つける。これがリンク用のプログラムだ。チップとしてお前と共に送り返そう。バックドアが開けばデータ要塞のセキュリティプロトコルを回避できるようになる。それが済んだらお前と B は分離される。そしてみこしは消滅する。消滅？中にいるコンストラクトも一緒にか。いや、コンストラクトは消滅しない。私と共に連れて行く。融合させるんだ。つまりコンストラクトをお前が食っちまうのか。ひでえ話だな。コンストラクトはデータに過ぎない。消え去るわけではない。より偉大な存在の一部になるだけだ。抽象的すぎてわかんねえよ。お前が理解できるように説明するのは不可能だ。だがいつかお前も自ら経験するかもしれない。話は終わりか。待て、もう少しいいか。時間があまりない。何かあるなら早く言え。また会えて嬉しいよ、オルト。ああ、私もだ、ジョニー。オルト、人生最大の大仕事に挑む気。なんだよ、別に悪かないだろ。戦闘向きには無理も、まああんたの勝手だけど。準備？ああ、大丈夫だ。じゃあ行くよ。急がないとあのバカパイロットに置いてかれちまう。いい店だった。寂しくなる。一番上だよ。報酬額しか伝えてない。他は不要さ。腕はいい。
ナイトシティの伝説になりたいらしい。俺たちはみんなそうだろ。世話の焼けるやつだね。ウェイランド、上昇しな。了解。ローグ、なんだい。ずいぶんおとなしいじゃねえか。なんだか今ここにいるのが信じられなくてね。まさかおじけづいたんじゃないよな。嘘はつかない怖いさ。でも今更引けないだろ。ナイトシティのどこに惚れてると思う？ああ、どこだ。どれだけ惨めでも次の日にはこんな高さから街を見下ろせるだろう。だから好きなんだ。お前を止められるやつはいねえ。たとえそれがコンポでもな。誰が生き残るにせよ、きっと明日の朝は大騒ぎになるだろうな。この街をもう一度叩き起こしてやる。しかしなんて景色だ。この上花火まで上がるんだ。二人ともずいぶん決まってんな。後で俺にも分けてくれよ。別に何も決めちゃいないよ。この空を目に焼き付けな。カーニンガムの出番で3、2、1。おお、あれが呪老人か。願い事をしな。おい、ロックオンされてる。くそ、どうする。作戦続行だ。検知、ハヤブサプロトコル発動。全施設をロックダウンします。なあ、たく。ジョニー、警備員は担当区域に急行してください。ウェイランドは脱出せず滝のそばに墜落した。とにかく連絡してみる。エレベーターのアクセス権がありそうなやつも探さないとね。ウェイランド、聞こえる？ご体満足かい？なんとかな。原住民の皆さんが俺に興味津々だ。助けに行くから動くんじゃないよ。どうせ動けない。ウェイランドを助けに行くよ。分かった。敵だ。通信に夢中だね。隠れてすり抜けるか、二人で同時に排除するか、あんたが決めな。ご機嫌は民主にしてやりな。 AV 周辺にいたら報告せよ。音声がよく聞こえない。
どうにか端末を使わないのか。 AV に向かうよ。ウェイランドを見つけた。滝に向かうんだ。そこで待って。敵との接触に備えろ。ああかかってこい。じらす。つやつやだな。トカゲ野郎からしたらこういうのが趣味なんだ。助かったぜ。どうして一緒に飛ばなかったの。そんなことしたら敵が一箇所に集まるだろう。散らしてやったんだ。前の親父を思い出すよ。は？どうしてその年で。後にしな。移動するよ。急いで。ほんの一月前、ここでミチコを荒らすかとあったの。完全にもぬけの殻だ。あの時みたいだね。覚えてる？もちろん。あんたは変わったよ。ようやく大人になった。お前は相変わらず最高だ。セキュリティルームは下の階にある。何としても突破するよ。エレベーターは使えそうなの。飛ぶしかない。ものすごい高さだぞ。セキュリティ研究フロアにエレベーターを倒して。例外侵略だ。
やがって。カリンがもうポートに接続しない。ここからは開けられない。近くに制御端末がある。開いた。オルトを呼ぶ。あんたの女の実力を見せてもらおうじゃないか。俺にはいつもお前が一番だ。分かってる。もちろん分かってないのはあんたの方。なんとかここまで来れたな。ボルトが来た。アイスを突破できると思う？セキュリティのバイパスを実行。建物全体の制御を掌握。神輿への道が開かれた。エレベーターだ。行こう。2067年、アラサカ社のボディーガードが日本国天皇を暗殺者から守りました。2071年、アラサカ社警備部隊がアメリカ・サンフランシスコにおける大規模な暴動を未然に防ぎました。2074年、アラサカ社の…うるせえ。その顔、何考えてるんだ。なんで昔はあんなことができてたんだろうな。あんなことって？革と鉄を身にまとい、銃を手に企業に立ち向かったよ。知らないよ、若気の至りじゃない。若い頃ってのはついバカなことをしたくなるもんさ。そこに美があったからだ。何が正義や真実かまるで分かってなくても、とにかく美しいもののために戦った。今はそんな場合じゃない。全部済んだら酒でも飲みながら好きなだけ語りな。そん時はおごってやるよ。年寄りといえば昔話。うちのじいちゃんばあちゃんもそうだった。アラサカのネットランナーがタワーのシステムに押し寄せてきた。私は彼らの阻止を優先する。そのまま進み続ける。道は確保したが時間がない。精鋭セキュリティ部隊が迫っている。マジかよ。私は建物外部からのネットランナー攻撃に備えなくてはならない。ここからは自力で進め。急いだ方がいい。アラサカの精鋭部隊が近くまで迫っている。行くよ。そろそろだね。データの匂いが入る。この先に部屋がある。そこを抜ければこうなる。もう巻き戻すか。でもやり直すことならできる。久しぶりだな、女。
やっちまうか。アクセスポイントは目の前にある。接続して入り込んだら、向こう側で私を探せ。ひとたび自然の摂理を脱したならば、決していかなる現世の姿を取ることなく、さながら古代ギリシャの匠たちが鍛え上げる輝く黄金の像を我が身とせ、まどろむ皇帝の目を覚まそうか、あるいは黄金の枝に止まりて吟じよう。引き手はビザンチウムの処刑師方過ぎし日と今、そして来たる日についての歌を聴け。
B、久しぶりだな。そうだっけ、目が覚めたらここにいた。何が起きたの？俺の過去最高のパフォーマンスを見てねえとは残念だ。あんたとローグのでしょ？ローグは死んだよ。そう、私もこれ以上持たないかも。オルトのソウルキラーでもう神経がズタボロよ。お前なら大丈夫だ。ここまでたどり着けたろ。自分の身に起きてることを考えると吐き気がする。オルトはいつの間に私を記憶痕跡に。それに一体どうやって。で、自分が0と1の羅列になっちまった気分はどうだ？最初に感じたのは痛み。全身が燃えてるみたいな激痛を感じたけど、でも錯覚、原始痛のようなものに過ぎなかったのね。これからデジタル化した意識を肉体に戻すんだろうけど、成功したとしてもそれは本当に私と言っていいものなの？ソウルキラーが作動してるのになんで何も感じねえんだ？本来なら今頃強烈な痛みでのたうち回ってるはずだろう。デジタル麻酔よ。私たちはデータになってるから特定の感覚を遮断することも可能だとかなんとか。オルトからみっちりレクチャーを受けたようだな。一瞬で知識を与えられたのよ。あと彼女は神輿を破壊するとも言ってた。約束通りにね。で、繋がってる連中を自分の一部に取り込むそうよ。檻から別の檻に移動するだけね。じゃあ、あとはオルトに任せるだけ。これで終わりってことか？違う。オルト！肉体をファクターの一つとして考慮していなかった。DNA の再構成がすでに進行しすぎている。さらに服用している薬剤だけでなく、肉体の免疫システムが自らのニューロンを攻撃している。人間の言葉で分かるように言え。私が何をしようと B は直に死ぬ。回避する方法はない。初めからうまくいくはずなんてなかったんだ。どうしてこんな無謀なことを。命がかかってるから、だから抗うんでしょ。他にどんな理由があるっていうの？オルト、もう一度解析を。間違いは許されない。お前の命は残り約6ヶ月だ。クソ、やんないなら黙ってて。少し考えるから。オルト、頼む。何か方法があるはずだ。キップはホストの肉体を不可逆的に変化させた。 B はもはや肉体の持ち主ではなく侵略者だ。だがお前は違う。そもそもこの変化はお前を受け入れるためのものだ。今もしかして元彼に私を追い出せって言ってる？すでに全てを失ったお前とは対照的に、彼は全てを手に入れることができる。私はお前たちの個人的な事情に干渉しない。だがジョニーに主導権がある限り、決定権は彼にある。少し時間をくれ。何？時間をかけて私に体を譲るよう説得するつもり？別に私が何を言おうと今なら勝手にできるでしょ。 B、 お前は俺のダチだ。裏切るような真似は絶対にしない。絶対にな。私はどうせ死ぬんだから、最初に決めた通りにしましょう。私が消えてあんたが残る。体はあんたのものよ。決めた。消えるのは俺だ。この裏切り者。で、どうすりゃいい？橋を渡るだけでいい。お前は私の一部となり、 B は自らの体と人生を取り戻す。
冗談でしょ。今さら何言ってるのよ。あんたが消えて私が残る、そういう話だったじゃない。あんたの影響を受けすぎたみたいね。冷静にならないと。いい？もし無人島で二人きりになる人間を選ぶとしたら、あんたは絶対にお断り。リトルビッグコーポラッツのどのキャラだってあんたよりずっとマシね。あんたは本当に最低なクズ野郎よ。もっと生きる価値のある人間は5万という。でもそれでも死んでほしいと。おい、お前の見た目なんて誰が気にする。
作りをしないと。お前に話しかけるのもやめないとな。まだ少し時間があるな。ならお前らのとこに寄ってくか。大した量じゃないが、まあ構いやしない。足がいるな。ここはスティーブのやつに頼むとするか。メタルハンズの新馬を。車と運転手を探してるんだ。今日は街でいろいろとやぼ用があってな。いいよ、任せといて。出かけるときは声をかけろって言うんだけど、どうせ母さんは何も聞いちゃいないから。行こう。ずっと弾いてると指が痛くなる。痛くない弾き方ってある？ないな。指で鉄線を絞って音を出してんだ。痛みばっかりはどうしようもない。そうか。心配すんな。ずっと続けてりゃそのうち指の皮が分厚くなって。おい、一体何してんだ。出かけんだ。どこへだ。ああ、ちょっとその辺だよ。すぐ戻る。うちの中に戻れ、今すぐだ。付きありゃふらふら遊びに行きやがって。お前が悪い。また車の鍵を持ち出したな、バカ野郎。水の分際でそいつに手を出すな。この野郎、人んちの前で偉そうにしやがって。お前みたいなクズにビビるとでも思ってんのか。やるのか、かかってこいよ。付き合ってられるかよ。あれ誰だ、知るかよ。どうせホームレスかな。親父のやつ、あんたに完全にビビってた。悪いことをしたな。え？逆だよ。俺は親父が痛い目に遭えばいいと思ってる。乗って。ちゃんとしつけた方がいいぜ。俺にも親父を殴り倒せるだけの強さがあればな。そのうち体格でも勝るようになる。でもいいか、あんな奴を殴るのは拳の無駄遣いだ。どうして？父親の脆さに気づくってのは案外辛いもんだぜ。どこ行くの？タイムマシンだ。いいね、前にケリー・ユーロダインを見かけたよ。ファンなのか？当たり前だろ、レジェンドだぜ。好きじゃないの？実のところケリーは好きじゃない。どうして？金や名声、そういう俗っぽいもんばっかに気を取られてた。音楽への愛が足りてなかったんだよ。それさえあればもっと魂のこもった音楽で伝説になれたはずだ。ケリーを知ってるみたいな言い方だね。知ってるんだよ。俺もミュージシャンになってみせるよ。まずは曲作りからだな。経験を積めば積むほどいいものが書けるようになる。始めるなら早い方がいい。実は数曲考えてる。ほう。でも歌詞で苦戦してて、とりあえず書いてみてもどっかで聞いたようなのしかできない。何を書くべきかわからないんだ。多くの人に向けて歌詞を書くのが大事だ。一般受けを狙えってこと？そういう意味じゃない。誰もに好かれる歌詞じゃなく、誰もが共感する歌詞を書くんだ。それとなるべくシンプルにな。自分のためだけに書くのは絶対にご法度だ。なんで？音楽ってのは自分のためにあるものじゃない、誰かに贈るものだ。
よし、着いたよ。ありがとな。ここで待ってるかい。一緒に行くよ。進歩チェックしたいしさ。試したい。どうぞ。好きに見てて。表に戻って目を光らせてないとすぐに泥棒が入るから。シルバーハンドをそんな風に弾ける人初めて見た。シルバーハンドはレッスンを受けたことがないって何かで読んだ。独学で自分のスタイルを築いたんだって。どうやってるの？まるで本物みたいだ。いい耳してるな。確かに真似できないスタイルだ。でもできてた。完璧に。俺の中に奴が宿ってるのさ。いや、俺がジョニー本人なのかもな。待ってよ。ジョニーが生きてたらもうヨボヨボのじいさんだろ。あんたは若すぎるし、そもそも女じゃないか。運命のいたずらでこの体に収まっちまったんだよ。ずっと女でいる気はありゃしねえけどな。チューマ、次はもっとマシな嘘をつきなよ。で、どうやって弾いたのさ。弾き方より自分のスタイルを見つけろ。大事なのは練習することだ。才能が。才能ならある。本当にそう思う。俺は自分が信じてることしか口にしない。そう決めたんだ。最高の日だ。ああ、手が震えてきた。ロッカーは本音をぶつける反逆者だ。親父には試したけどいいことなかった。お前もじきに自分が誰かを理解する世界に求めるものをな。どういうこと？真の反逆者になりたいなら、まずは自分を貫き通せ。この世に生まれながらの反逆者なんて言いやしない。人生にもがき苦しみながら徐々に出来上がってくもんなんだ。あんた変わってるけど友達になれて嬉しいよ。金を払ってさっさと行くぞ。Wow.
こまで？墓地までだ。了解。というわけでお届けしたのはペリラズフューチャーと、ここで不穏なニュースが入ってきたぜ。あらさかが見に来た。親父はまた企業戦争が始まるって言ってた。今にもどっちかがしびれを切らすって。本当かな？また戦争が始まると思う？俺に聞くな。そういう話題には興味ねえ。正直どうなってもいいと思ってる。なぜかわかるか？そう、気にする意味がないことに気づいたからさ。この辺に連れが住んでるんだ。どこだ？いや、ここからじゃ見えないよ。そいつとは仲いいのか？一度家に呼んでくれた。そいつのお母さんが昼飯を作ってくれてさ。ここを通るのは好きだ。いいところだよ。この街は生きてる。そりゃみんな歩き回ってるし。そういうことじゃない。人間が作り出した化け物がいつの間にか人間を食い物にするようになっちまった。フランケンシュタインみたいだね。フランケンシュタインの怪物ね。そうだね、確かにここはいいところだ。ここに来たのは初めて？いいや、でも初めて気づいた。ゆっくり眺めたことなんてなかったからね。まるで街が指の隙間からすり抜けてったみたいだ。足元や頭上を通り過ぎようがそれに気づくことすらできなかった。それを曲にしたら？考えとく。銃なんか持ってたのか。しかも本物だ。昔親父も撃ってたよ。誰かを撃つの？いや、これは形見だ。ってことは大事な人のものなの？そうだな、大事だけじゃ言い表せない。それどうするの？持ち主に返すのさ。一緒に行ってもいい？ダメだ、ここで待ってろ。すぐに戻る。わかった。おかげで学んだよ。それを無駄にはしない。じゃ、さよならだ。ここは安らかな眠りの場です。ろうそくを灯す行為、落書き行為は固く禁じられています。次はどこに？おい、何してるんだ？数回やめたんだ。お前もやめとけ。体に悪いぞ、心にもな。次はどこに？バスの時間が迫ってる。その訪ねてた人っていつ亡くなったの？ん？最近のことだ。寂しい？ああ、少しな。じいちゃんが死んだとき、すごく寂しかった。
でも今はそうでもないよ。止めて。おい、降りてよ。待ってってば。ねえ、ギター。ギター忘れてるよ。忘れちゃいない。絶対に忘れやしない。何一つな。皆さんが自由人なのは分かってる。好きな時に好きなことをやりゃいい。だがせめて生きてるかどうかぐらい教えてくれ。説教するつもりはないが、定期点検もすっぽかしやがって、何度も口を酸っぱくして、ったく。一度連絡してくれ。じゃあな。B、いい加減にしなさい。また留守電なの？元気にしてる？連絡ぐらいしたらどうなのよ。なんだっけ。そうそう、日曜日に特別な夕食を作ろうと思ってるの。ジャッキーの誕生日だからね。あの子の大好きだった料理のフルコース、ジラキレスとタマレス、本物のコーンが手に入ればエロテもね。あなたにも来てほしいの。考えてみて。食いだってアムリシート。ビー、元気？久しぶりね。まだナイトシティで高みを目指してるわけ？私はもう一抜けしたけど。とにかくあなたにはお礼を言いたくて。ありがとね。全てを捨ててやっと自分がどれだけ塞ぎ込んだ毎日を過ごしてたかに気づいたの。B、もしできることならあなたもさっさと町から出た方がいい。そして一度出たら決して振り返らないこと。信じて、きっと肩の荷が下りるから。まあ説教はこれぐらいにしとくかな。元気でね。もしもし、 B、 元気にしてる？バッドランズは今日もクーラーボックスが溶けるほどいい天気。日陰でもクソ暑いし、砂嵐も向かってきてる。あんたもいればよかったのに。冗談はさておき、こっちはうまくやってるよ。ソウルとはそれなりに仲良くしてるし、仲間は増え続ける一方で仕事は山積み。でも忙しい方がいいもんね。あんたがいなかったら私はまだナイトシティでくすぶってた。私のためにしてくれたこと
全てに感謝してる。あんたのおかげで私は今ここにいるんだ。それじゃあまた近いうちにね。ちゃんと連絡してよ。レオビー、ソウルだ。風の噂で聞いたぞ。ナイトシティで随分派手にやってるみたいだな。今後どうするつもりか知らないが、何か困ったことがあればいつでも俺たちを頼ってくれ。B、お前はもう家族、アルデカルドスの一員だ。そいつを忘れるな。じゃあ元気でやれよ B。 また会おう。おい、ウィル、どうだ、聞こえてるか。くす、僕ができてるのか。まあいい、でだな、お前いつになったらキャンプに来るんだ。みんな待ってるぞ。バーベキューでもしながら酒を飲もうぜ。ああ、レースすんのもありだな。それかラフェンシブに挨拶しに行くのも悪くねえな。つくづく思うよ、バッドランズにはお前みたいなやつが必要だ。今どこで何をしてるか知らねえが、気が向いたら来いよ。いつでも歓迎する。じゃあ元気でな。B、さっき面白いことがあって。おい、また留守電か。お前、人からの電話に出たことないだろう。たん、データタームのサポ線の方が繋がりやすいぞ。なんだった。ああ、そうそう、アスクラックスのマネージャーが連絡してきて、一緒にツアーしないかって言うんだ。最初は死んでもありえねえと思ってたが、考えてみたら意外と面白いかもな、なんて。だから今揉んでるとこだ。ま、近況はそんなところだ。お前にはどうでもいいか。時間あったら連絡くれよ。じゃあな。もしもし、B。 町の全ての警察署と病院、リパードクのクリニックまで一つ残らず探したが、誰もお前の行方を知らない。神隠しみたいだ。例の仕事が失敗したのなら、もう会えないのかもしれない。だがもしうまくいって、もし生きてるなら連絡してくれ B。 それぐらいしてくれてもいいだろう。もう切るよ。じゃあな。B、ペラレスだ。実はとても重要な話がある。まず誰にも聞かれない場所へ移動してくれ。妻のエリザベス、どうやらあいつも元からグルだったみたいなんだ。ビタミン剤だとか言って、私によくわからない薬を飲ませようとしてくる。研究所で解析してもらった結果、問題ないと言われたが、どうも信用できない。時間があるときに連絡をくれ。それとこのメッセージを削除しろ。いいな。いい？ごめんなさい、忙しいのは分かってるんだけど、あなたがどうしてるか気になってタロットで占ったんだけど、引いたのが吊るされた男、魔術師、星。よくないカードよ、B。むしろ最悪と言ってもいい。死を示してるようだけど、ちょっと違う。とにかく気をつけてね。できれば近いうちに連絡して。
We lost everything. We had to pay the price. There's a canvas with two faces of fallen angels, loved and lost. It was a passion for the ages, but in the end, guess we paid the cost. Said what you had to say, but I think of beauty. I know.